こんにちは、パルトラです。今回ご紹介するのはダーン、エクスプラスデフォデアルイリス少年リック限定版です。デフォルメとリアルがコンセプトのこのデフォデアルのシリーズ、今回はイリスです。このイリスは1999年に公開されました映画ガメラ3イリス覚醒に登場した怪獣です。今回少年リック限定版ですから発光ギミックが搭載されています。楽しみですね。中身をね、取り出しました。この3点だけですね。取扱説明書ですね。それから発光ギミック用のね、この電源ユニット、そしてデフォリアルのイリス本体、はい、この3点だけになります。ここでちょっとね、サイズ感を見てみたいと思うんですけどもね、今ね、ここに置きましたこれね、これがムービーモンスターシリーズのイリスですね。今回のデフォリアルのイリスがこちらですが、背丈がね、まあほぼほぼ同じって感じですね。はい、もうサイズ感がね、なんかね、ちょうどいいのでね、これこうして並べてね、飾ってもね、全然違和感ないですね。はい、ちょうどね、まあ、背丈がムービーモンスターシリーズぐらいということですね。幅もね、近いですね。はい、まあサイズ感はね、こんな感じになりますね。後ほどですね、この同じデフォリアルシリーズの G3 ガメラと一緒に並べたりしますけれどもね、ちょっと今回ね、気づいたことがあるんですね。それがですね、あのね、ちゃんと自立はするんですけどね、ちょっとね、前から後方にね、軽く力を入れてやるとコテンとこけちゃうんです、後ろにね。後ろにこけやすいというのがね、一つ気づいたことですね。まあこれはね、これでなんかね、可愛らしいんですよね。ちょっと無理やりこかしてますけど、このね、コロンとね、転ぶのがね、非常に可愛いですね。はい、ちょっとね、気づいた点一つありましたね。それではね、もう早速近くで見ていきたいと思います。あ、かっこいい。またね、絶妙なデフォルメですね。今回ね、発光ギミックでね、この胸のとことかね、これ光ると思うんですよね。でもこれ見てください。これね、発光しなくても、かなりね、こう発光したように見える。ね、そんな感じありますよね。今ちょっとね、ライトの加減でちょっと強調されてるとは思いますけど、ああ、綺麗な塗装。いいですね。はい、これ全体的にですね、こういう頭部の部分とかね、この腕の部分とか、あまりね、こう、極端に光沢感を出してない、ちょっとマットな感じの彩色になってますね。はい、これ逆にいいですね。ちょっと落ち着いた感じでね。しかしね、造形自体はすごく細かいです。ほら、ライン見てください。デフォリアルはね、いつもね、驚かされるんですよね、このね、造形美にね。この頭部のね、内側のこの球体ですね、これ私の中ではね、結構つるっとしたね、表面じゃないかと今まで思ってたんですけど、こういうふうにね、結構ね、凹凸感があってザラザラした感じのね、こういう球体が頭部の内側にありますね。うん、あ、こんな感じだったんだっていう気づきですね、一つね。はい、この辺のね、ボディのね、オレンジ色もちょっと濃いめで、なかなかね、鮮やかな感じしますね。
でちょっとこの触手の部分はね、同じオレンジでもちょっとこう淡い感じの、ちょっと生物感がねある感じの、そういう彩色になってますね。あー、いいですね。この先端のね細かい造形も素晴らしいですね。あー、うん、すごいすごい。今回この触手の部分ね、この部分はねちょっと柔らかいですね。はい、柔らかくなってますね。はい、こんな感じですね。上から見るとこんな感じですね。はい、後ろ側がねこのまるでねガメラの甲羅のようなね、そんなデザインがされてますけど、この辺の部分ね、この辺のね細かいライン、これ綺麗に造形されてますね。ラインがねすごく綺麗ですね。この辺もね割とね光沢感は抑えられてますね。ちょっとカメラだと反射がね強調されてるかもしれませんけどね、いい感じですよ。ほら、重厚感ありますね。わー、ちゃんとねこの背中のね背びれというか甲羅というか翼というか綺麗にね折り重なってますよね。こうして全然一体型じゃなくて1枚ずつこういう風にね分離された感じで、これいいなぁ。はぁ、見てください、この裏側もねしっかりとね造形されてますよ。ほら、あー、いい感じですね。素晴らしいねこれね。それではねもう早速ね箱ギミック試してみたいと思います。この電源ユニット裏側の蓋を開けるとですね、このように単三乾電池を2つセットできるようになってます。そして蓋をね閉じます。なんかね蓋の形状ちょっとここ変わったのかな。ここにね電池をね押さえるこういう出っ張りができてますけど、前なかったように思いますけどまあどうでもいいか。はい、この蓋をこのようにカチッと閉じますね。でここにオンオフのスイッチがついてますね。今回はねこのイリスのお尻の部分にカバーがついてます。これあらかじめ緩めてるんですが、外しにくいですね。はい、こんな感じでねカバーがついてて、そして先ほどの電源ユニットのコードの先端をここに差し込みます。はい、こんな感じですね。それでは準備が整いましたので、ちょっと照明を落としてみましょう。それではね、スイッチ入れてみます。スイッチオン。おー、あー、綺麗綺麗。あー、いいですね。この発光パターンは過去に発売されました大怪獣シリーズのイリス少年リック版とほぼ同じですね。照明戻しました。いや、本当にね明るく光りますよね。このような明るい状態でもねはっきり光ってるの分かりますからね。しっかりした光量がありますね。ということでね、イリスと、そして G3 ガメラ、それからトラウマガメラも一緒に並べてみました。めちゃくちゃ絵になってますよね。少年リック限定版ですのでね、この G3 ガメラには、このイリスの容体がね、付属してました。そして、このね、トラウマガメラには、このギャオスがね、ついてましたね。はい、このね2体の小さいやつね、これなかなかこうしてね一緒に飾ると絵になりますよね。ちょっとねこの2体ねこれねちょっと得した気分になりますね。はい、と
ということでですね、今回もですね、非常にいいね、出来だったと思います。発光もしっかりしますしね。いや、明るいですね。ガメラも引き立つし、イリスも引き立ちますね。こうして並べてみるとね。それからね、このトラウマガメラもね、ほんといい味出してますね。相変わらず怖い顔です。はい。ということでね、今回このイリス、買ってよかったです。今回ご紹介したのは、X プラスデフォリアル、イリス、少年ディック限定版でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。それでは、失敗。それではやな、クソ。後ほどね、G3 カメラのデフォリアルと一緒に並べたりしてみたいと思うんですけどね。ちょっと今回のね、このイリス、気づいたことがあるんですけどね。これちょっと、バランスクルーズ、失敗。失敗です。